はい、こんにちは、和也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日は S660 の話を久しぶりにしようかなと思うんですけども、この S660 っていう車がですね、もう今3月なので、今月でもう完全に生産終了っていう形になると思うんですけれども、まあよくできた車だと僕個人的には思っているんですよね。で、何がいいかっていうと、こうまず車高が低いっていうのもいいんですけれども、やっぱり運転していて楽しいっていうのがいいですよね。で、今の世の中こうだんだんこう燃費だったりだとか快適性だったりだとかっていう形で、こう楽しさっていうのを少しこう追求してる車っていうのが少なくなってきてるんですよね。まあ最近でこそこうスポーツカーがちょっとずつ増えてきて、 Z だったりだとか、まあ、86BRZ もこう新しくなったりだとかっていう形でこうスポーツカーも出ているんですけども、やっぱり値段がですね結構高いんですよ。で、この車も、まあ、軽自動車としては高かったんですけども、まあ、スポーツカーとして考えるのであればまあお手頃なのかなっていう気がします。で、車高が低いので、やっぱり速く感じる。で、体感速度が速いっていうのと、こういったこうコーナーリングみたいなものがその MR っていう特性もあるので結構、得意なんですよね。なのでスムーズにクックッと曲がってくれるので、こうちょっとした買い物に行くっていうのもワクワクするんですよ。そのワクワクっていうのを与えてくれる車っていうのは、やっぱり僕の中では結構重要っていうか貴重だよなっていうふうに思いますので、S660 っていう車ね、もし乗る機会があればぜひこう乗ってもらいたいなっていう車の一つです。で、決してですね速い車じゃないんですよ。まあ暗いダウンヒルは正直結構速いんですけれども、そのエンジンがまず 660cc しかないので、加速みたいなものに関してはエンジンのパワーっていうのは絶対的にこうないですよね。ただこう日本の街乗りする分にはものすごく楽しいですし、こうちょっとした買い物、今も TSUTAYA に DVD を借りに行ってるんですけども、こうちょっとした買い物に行くのにワクワクできる車っていうのはやっぱり素晴らしいなっていう気がしますね。なので、まあ、こういった車を作ってくれるホンダっていうメーカーなんですけども、もうエンジンを作るのをやめるみたいな話になってるんですよね。それはちょっともったいないなっていう気もしますし、あれだけこう F1 で素晴らしいエンジンを作っているので、それをやっぱり市販車にフィードバックしてもらいたいなっていうのが個人的な意見ではあるんですけども、まあ、こればっかりはね、こう世の中の流れみたいなものもあると思いますので、まあ、仕方がないところもあるのかなという気はしますね。ただこの S660 本当に楽しい車なので、まあ、ワクワクしたい方っていうのはぜひ乗ってもらいたいんですけれども、生産終了っていうアナウンスが出てからはちょっと中古車価格も上がってるんですよね。もうちょっと待ってから買った方がいいのかなとか、あとは誰か乗ってる人がいればね、借りて乗ってみるみたいなものでもいいと思いますので、ぜひこう機会があればね、乗ってみてください。ということで、和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。